リエルンが圧巻7ゴール、浅野拓磨先発のボーフムを粉砕、ケインはハットトリック達成。ブンデスリーが第5節、バイエルンミュンヘンとボーフムの一戦は、7対0という大差でホームのバイエルンが勝利した。これで開幕から5試合7得点となったケイン。ドクビルドによれば、これはクラブ新記録だ。ゲルトミュラー、ミロスラフ・クローゼ、マリオ・マンジュキッチがリーグ最初の5試合で5得点を記録したのがクラブレコードとなっていたが、イングランドからやってきたストライカーはあっさりと記録を塗り替えてしまった。7対0ってなんやねん。ボーフムやってくれたな。久しぶりにバイエルンらしいスコア見た。これあれだな。ボーフムが弱すぎるな。ボーフムの守備がひどかったな。まあバイエルンは強いけどさ、7失点はやばいだろ。ケイン当たり前のように毎回ゴールしてるけど、バイエルンでのハットトリックおめでとう。7対0で浅野のチーム惨敗。ケインさすがやねー。テルもシポチングも、デリフトも点取ってるし、良い競争が生まれてそう。ケインはやっぱブンデスでも余裕で活躍してんな。ケイン1試合で3ゴール2アシストは草。9番がいるといないでこんな変わりますかってくらいバイエルン強い。ケインの適応力の凄さよ。ケインは何でもやるからな。下がってきてビルドアップもするし決定機喪失するし万能。ケインをフィットさせられなかったらその監督は相当無能ですよ。放っといても点取りますし。さすがにバイエルンは強いな。っていうかバイエルン以外に強いチームあんのかね。ケインぬるま湯に使って楽しそう。ケインプレミアは買いでもタフなのになんだよこのリーグは。キム・ミンジェさん、浅野を子供扱い。あの浅野が何もさせてもらえなくてやっぱりサッカーはフィジカルのスポーツなんだなって思い知らされたわ。浅野、ミンジェの鉄の壁を前に絶望。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。